イボニシ、イボニシ、イボニシ、イボニシタイズクラビゲラは、複雑なアッキガイカに分類される、肉食性の巻貝ガイの一種。極東アジアから東南アジアの一部まで分布し、長官体の岩礁に最も普通に見られる貝の一つ。しかし分類学的には、未解明の部分もあるとされる。他の貝類を食べるため養殖業にとっては、 外外であるが、磯で大量に採取しやすいために食用にされたり、エラシタ線、パープル線からの分泌液が貝紫染めに利用されたりする。生外は体か2から4センチメートルの防水型で、名前の通り角標には多数の低い結節がある。殻色は、開白色から泡褐色の部分に、結節を中心にした黒色から黒褐色の斑紋が広がって、 全体的に黒っぽく見えるものが多い。内唇、軸唇はクリーム色。内唇、外心ともにあまり飛行しないが、角質は堅固である。蓋は角が丸い歪んだ台形で、角は内端にあり、中央部に幅広い赤葛色の色体がある。殻の形態には様々なものが見られるが、紀伊半島の田辺湾に生息する新型、P 型と呼ばれる新型は、 からのみならず、生態的にも、遺伝的にも異なることが明らかとなっており、複数の種に分割される可能性も示唆されている C 型と P 型の交参症。死絶は新腹速類に、共通の強絶型あるいは旋絶型と呼ばれる形式で、一個の中葉と、その左右にある一体の側ばからなり、この計算項横一列として前後に多数並んでいる。 足の裏の先端近くに線香線、または、腹口線と呼ばれる酸を分泌する器官を持ち、獲物の貝殻などに穴を開ける場合に、この酸と私絶の運動が利用される。他の秋貝科と同様、外頭空内部のエラのすぐ横には、エラ下線、サイカ線、別名パープル線がある。この線の分泌液には、6、6、ジブロモインディゴ、チャンブルと呼ばれる物質が含まれており、 神経を麻痺させる作用があるため、捕食者に対する防御や餌の貝類を攻撃するのに利用されるほか、卵嚢にも注入することで、卵が他の生物に食われないようにしていると言われる。この液は紫外線の下で酸化すると紫色に変化することから、古代から他の悪気キイ化貝類と共に貝紫として染色に利用されてきた。また、 乾燥などで内部の卵や肺が死滅した卵脳では、色素の発色が起こり、紫色を呈する。日本、北海道南部以南九州やロシア極東部、朝鮮半島、中国沿岸マレー半島周辺まで広く分布する。この地域では、長官体の岩礁などで最も普通に見られる貝類の一つ。岩礁以外でも、岩壁や堤防、干潟、 河口など様々な場所に生息し、転石化などに多産する場合もある。ただし、いずれの場所でも石や柿梢などについていることが多く、全く泥や砂だけの干潟や砂砂などには普通は見られない。肉食性で、先行線という酸を分泌する器官を持ち、主に固着性の動物の殻に先行線からの酸と、施設の運動で穴を開け、その肉を捕食する。ただし、 同様の環境に生息する、同じトガのシマレーシガイダマシガからに、直接丸い穴を時間をかけて先行するのに対し、イボーニシの場合には、殻の合わせ目に微細な刻み目をうがち、そこから毒を注入して抵抗力を奪い、こじ開けて中の肉を接触することも多い。獲物は、種として、岩に固着する貝類、特にカキやカサガイ類など、や、フジツボ類を好む。 このため同様の生態を持つ赤シや霊種貝などと、共に柿養職業にとって害害となっている。しかし口日の田辺湾の P 型イボニシでは、植生幅は狭く、ほとんど岩富士ツボしか捕食しないことや、特定の餌で飼育した個体は、その後も他個体よりもその餌を好む傾向があることも、報告されている。安倍、1994。 他の深幅速類と同様に死有があり、交尾によって受精し、初夏から成夏にかけて3ヶ月弱の産卵期の間に、岩礁長肝体のオーバーハングした表面などに、数百から数千個体が群がり、多数の卵納をぎっしりと密集させて産み付ける。卵納は、中膨れの長い筒状で下部の短い柄で岩に接着され、先端は平たくなっており、 一つの卵脳内に130ほどの卵が入っている。最初のうちは中の卵の色のため黄色っぽいが時が経つにつれて発生が進んだ肺のため肺褐色の反転を生じ、孵化近くなると内部全体が肺褐色になり、やがて平たい先端部にある円形の脱出口が開いて小さい殻を持ったベリジャー妖精が孵化し水中に泳ぎ出る。 卵脳の一部は同じ悪気い科のウネレイシガイダマシや、ヒメヨウラクガイが先行し、中の卵や肺を捕食する。ベリジャー妖精は、植物プランクトンを摂取して、数週間かけて育つが、大きくなるにつれて足から、粘液からなる長い糸を分泌し、クモの幼体がバリューニングをしているように浮遊する。この浮遊姿勢は、他の悪気い科のベリジャー妖精と、共通する。 20世紀末頃には、船舶などの絵の生物付着を防止する目的で、使用された有機鈴塗料が海中に溶け出し、イボーニシなどを含む海類のインポセックス現象、メスにオスの生殖器ができて不妊化する現象が生じたほか、有機鈴は一定濃度を超えると、ベリジャー養成も殺してしまうために、イボーニシの個体数が各地で激減したとされるが、 その後の土曜規制により一部海域では復活しているとも言われている。イボニシは分布が広く各地で様々な空形態のものが見られるがそれらについての研究は十分になされていない。しかし和歌山県の田辺湾の個体群では詳細な研究がなされ、イボニシの未だ解明されない謎の一端が明らかにされている。田辺湾には 殻で明瞭に区別できる2型しか生息せず、それぞれ C 型、ホルム C と P 型、ホルム P と名付けられている。C 型は、結節が円錐形、コニカルに尖り、結節間の単色部が広く、成長すれば大半が体が 2cm 以上、時に 3cm 以上になる。一方の P 型では、結節が入刀状、パピレリーで大きく丸く膨らみ、 結節間の単色部は狭く、成長しても2センチメートル以上になることは少ない。これら2型間では交雑も少なく、観察された131例の交尾のうち、わずか4例に過ぎなかったと報告されている。安倍、1985。両者は、植生でも異なり、CB 型とも小さいうちは、岩富士壺を食べているが、成長するに従い C 型は、 黒富ツボや亀の手その他の二枚貝などの大型の複数種を食べるようになり、一方の P 型は成長してもずっと岩富ツボの実をほぼを染食するという。また飼育下での観察では、接触速度や成長速度が C 型が P 型を上回っていることや、特定の餌で飼育した個体は他の個体よりもその餌を食べる傾向が強くなることなども知られている。安倍 1994また両方はアロザイム分析の結果でも遺伝的に異なることが明らかにされ P 型は湾内のどの場所でも少数派ではあるが特にワンオーブで少なく外海に近い場所ほど出現比率が高くなること数千年前の遺跡から出土する貝殻でも両方が区別できること何体分の形態では全く識別できないことなども報告されている 林、やし、1999。イボーニシに、いろいろな形態のものが存在することは、古くから認識されており、日本産のものでも現在使用されている学名の元となった、パープアー・クラビゲラクスター、1858という回の他に、パープアー・プロブレマッティカ・ベーカー、1891と名付けられたものがある。後者プロブレマティカは、 前者クラビゲラの変異に過ぎないとみなされ、永年シノニムとされてきたが、田辺湾の二型を研究した、安倍、1985は、C 型は、クラビゲラに、P 型は、プログレマティカにそれぞれ対応すると結論した。ただし両者が別種かどうかは不明とも述べている。これに対し、二型の遺伝的違いを研究した、林、1999は、田辺湾には、 CP2 型しか生息しないが、日本各地に見られるものの多くは、c p 型とは異なる、別の方であり、c p 型に似たものも少数出現するが、それらと、田辺湾の CP 型との関係は不明であるとしている。さらにクラビゲラやプログレマティカのタイプ標本、学名の基準となる標本が、田辺湾のものない以上、学名との対応も不明である旨を述べている。 独特の苦味があるが、塩茹でや煮付け、味噌汁の具などに利用されるほか、殻のまま潰して作る西汁などに利用される。ただし、一般的に広く流通することは、ほとんどなく、産地で消費されることが多い。また、前述の通りかの悪気が貝かと同様、該当口内のエラ下線、パープル線からの分泌液を利用して貝村先染めに利用されることがある。 この染色はかつては実用とされていたが、今日では博物館などの体験学習として行われることが多い。他には海在区にも利用されることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。